ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日も一緒に RC カーを楽しんでいきましょう。ちょっとここでお知らせになりますが、タミヤ RC 映画祭というものが開催されまして、そこに私はフォード GT のボディで TC01R コンセプト、この動画を投稿させていただいたところ、なんとありがたいことにプロモーション部門で入賞することができました。また景品としてサイン入りの巾着もいただけるということです。ウィリアムズ FW16 ステッカー裏張りで今回仕上げていきたいと思います。樹脂成形のウィング類については塗装の食いつきを良くするために下地にナイロン PPO プライマーを一度塗装しました。もともと黒だった成形色のウィングを白に塗装し直す場合は、一度下地にライトグレーのサーフェイサーを拭いておきました。リアウィングの翼端板だけを白く塗装したかったので、先に白のサーフェイサーをこの翼端板に塗って、その後ピュアホワイトを塗装しました。塗装がしっかりと乾燥した後、この面だけをマスキングしまして、セミグロスのブラックで塗装をした状態になっています。フロントウィングについてはもともと白の成形色でしたので、先にこちらを白く塗装してマスキングをして、その他の部分については下地に黒サフを缶スプレーで拭いてからセミグロスのブラックで塗装をした状態になっています。ヘルメットについては一旦ライトグレーのサーフェイサーを拭いてから黄色で塗装した状態になっています。それではリアウィングからステッカーを貼っていきたいと思います。台紙はこのように一部だけをカットします。台紙を全てカットしてしまうと位置合わせがしづらいので、一部だけカットして位置決めが終わったらしっかりと貼り付けていきます。しっかりと平行になっていることも確認しつつ、このようにゆっくり台紙を剥がしながら空気を抜いていけば空気は入りにくいですね。ステッカーがきれいに貼り付かない理由として、気泡以外にホコリというのもね、原因の一つになりますので、ホコリが付着するのを防ぐ静電気除去ブラシ、こういったものを使いますと比較的ホコリの付着を防ぐことができます。ちょっと貼りにくいんですが、グッドイヤーのロゴを翼端板の内側に貼ります。少し貼りにくいんですけども、グッドイヤーのロゴを翼端板の内側に貼ります。カーナンバーはデーモンヒルの0番も用意されているんですが、皆さんアイルトンセナの2番でね、作りたいんではないでしょうか。ロスマンズのロゴをリアウィングの上の部分に貼っていくんですけども、スリットが入っていますので、適度な位置でカッターで2分割にしました。ここに少し立体的な部分がありますので、きれいに沿うように一度カッターで切れ込みを入れておきたいと思います。これでリアウィングのステッカーは貼り終えましたので、ウィングをネジ止めして組み立てておきます。ヘルメットに関してはやや中央寄りの一部の台紙を剥がしておきます。一度台紙を剥がす前に左右に当てて中央にちゃんと来ているかを確認しておきます。湾曲が大きい部分になりますので、ドライヤーで温めて貼り付けてあげると馴染みがいいかなと思います。
こういった球体状に近いものはかなりステッカーが馴染むというのはね難しくなってきて、ドライヤーで温めてもうまく貼り付かない場合はカッターで切れ込みを少し入れていくことになるんですが、そこにもコツがありまして、例えばこのルノーとエルフ、ここは色がね違うわけですが、こういったところに入れてあげます。それでもまだシワが残ってしまう場合は、文字でもこう縦のラインがあるような文字ですね、そこに入れてあげると比較的シワもできずに馴染みも良くなっていくかなと思います。このぐらい細いステッカーであればほとんどシワがね入る心配は少ないですね。これは貼っていくと長さがね余ってしまいますので、一旦中央でカットして長さを調整したいと思います。このセナのヘルメットの象徴的なブラジルのグリーンのラインなんですけども、後ろ側で一旦こう左右の長さを合わせるようにして、そしてこの下、そしてこの紺色の部分、ここに平行になるように貼り付けていきます。貼っていくとバイザーに重なってくる部分ができますが、この部分に関してはカッターでねカットします。ヘルメットにはロスマンズのスポンサーステッカーも貼っておきます。ひとまずヘルメットはこんな感じになりました。フロントウィングのステッカーも貼っていきます。このフロントウィングのロスマンズに関しては少し縦長のロゴになっています。それではステッカーの裏貼りの方法をご紹介していきたいと思います。まずは薄くて透明な両面テープが必要になります。大きめなステッカーを貼るためには長谷川の両面シートがとても便利ですし、入手ができない場合はニトムズの両面テープ、こちらは10センチ四方になります。あらかじめこういった両面テープをまず用意します。カッターマットなどでこの両面テープの大きさに合わせたエリアをマスキングテープなどで目印として貼っておきます。長谷川の両面テープであればここまでが貼り付けられるエリアになります。使っていくステッカーを並べていくんですけども、この両面テープを貼り付けるときにずれてしまいますので、ずれないように要所要所両面テープを貼っておきました。これはステッカーがずれないために貼っておくので、薄い両面テープであれば透明である必要はありません。レイアウトが終わりましたらステッカー表面の手垢、汚れを取っておきます。空気を抜きながらこの両面テープを貼り付けていきます。透明な両面テープに貼り付けが終わりました。コックピット前のこのステッカーについてはこのアーチのカーブとステッカーのカーブがちょっと合わないかもしれなかったので、これは無理に裏から貼るのはちょっと難しそうでした。ですからちょっと表から貼っていくという形にしたいと思います。ここからどのようにボディに貼るかというところですね。まずはこの両面テープの表面ですね、貼りたいシールを取り出してきます。この剥がし方なんですけども、一番上に両面テープの保護フィルムがあります。そして粘着面、ステッカー、ステッカーの台紙という順になっているんですけども、この時に上の保護フィルムだけを剥がしてしまうと両面テープの粘着面が出てきてしまうので、一番下から剥がすようにします。
こういった具合に保護フィルムがついた状態ですね。あとは通常のステッカーを貼るように周りの余分な部分をカットしていきます。可能な限り周りの透明な部分がない方が仕上がりは良くなります。ステッカーを貼る前に一度ホコリを取っておきます。で、透明な両面テープの保護フィルムを剥がします。透明なんで見にくいと思いますけどね。保護フィルムが剥がれました。ボディの裏側からで位置が決まりましたら、裏側からしっかりと指で押さえてあげます。この台紙を剥がしてしまうと当然元々のステッカーの粘着面が出てきてしまいますので、指で撫でて密着させることができなくなってしまいます。場合によってはこういったヘラをね使ってしっかりと密着させていきます。小さめのステッカーは同様の貼り方で貼っていったんですけども、こういった大きくライン系のステッカーというのはあらかじめ表面で1、2目をした方が良いかなと思います。今回は保護フィルムがついていないのでマスキングテープを貼って目印にマジックで書いてあります。このように裏側から見てもマジックのラインは見えますので貼る時のガイドになります。この左右のラインのステッカーも一緒で1、2目をしてあげて、それから細めのマスキングテープを貼りました。当然裏側からマスキングテープね見えますので、このラインに合わせて貼っていきます。あらかじめ表面に水平のラインをマスキングテープで貼っておいて、裏からロゴを貼ると水平も比較的出しやすいかなと思います。両面テープの保護フィルムを一部剥がしまして、このラインに合わせるように、そしてここのですね角ですね、ここを合わせるようにして、ここまで来たら残りの保護フィルムを剥がしつつ空気を抜きながらボディに沿わせて貼っていきます。結構このステッカーは貼るのが難しいですね。反対側はこの角、この角がねこうちょっとここからずれてしまいました。ここも内側の曲線にねうまく対照的に貼るのはガイドをマスキングで作ったんですけども、ちょっとね難しかったですね。やっぱりちょっと綺麗な対照になりませんでした。全てのステッカーを貼り終えました。これから塗装に入っていくんですけども、今回は保護フィルムがないポリカーボネートのボディになりますので、こういった具合にマスキングをしました。また広い部分に関してはサランラップでマスキングしてあります。これまで剥がさなかった台紙ですけども、なぜ剥がさなかったかというと、ステッカーは一部透明な部分もありますので、そういったところにホコリ汚れがついてしまいますと塗装した後も綺麗な仕上がりにならないので、汚れ防止の観点から台紙は後から剥がすということになります。現在ではほとんど入手ができないんですけども、できればポリカーボネートに対応したクリア、これを拭くことをお勧めします。そうしますとステッカーの隙間から塗料が入っていくことを予防できます。そして今回ですね、初めての経験なんですけども、こういった具合に裏側からクリアを拭いたところ、乾燥してひび割れた餅のようになってしまいました。原因としてはちょっとライブ配信に間に合わせようと思いまして、雨の日が続いていたんですけども、雨が降っている屋外で、しかもですね深夜気温が下がっている状態でやったことで少しこう厚塗りになってしまったという部分もねあったのかなと思います。皆さんも塗装は晴れた日、気温の暖かい日にやってください。このクリアを剥がそうと思いまして、タミヤのプレペイントクリーナーや ABC ホビーさんから発売されているトレルヤン、これもね使ってみたんですけども、残念ながら通常のポリカーボネートの塗料は剥がれるんですが、このエンジンカラーのクリアは剥がすことができませんでした。まあ、その他にもラッカー溶剤とかも試してみたりしたんですけども、全く溶ける気配はありませんでした。こういった乳白の色になってしまったので、まあ、白に関してはね裏側から塗ればそんなに気にならないかなと思いまして、白に関しては通常のポリカーボネートの塗装のように裏側から塗りました。青の部分に関してはどうしても白化した部分が邪魔してしまいますので、ちょっとねポリカーボネートの色の塗装としては正しくないんですけども、表面から青をね
塗りました。ポリカーボネートの塗料というのは透明なポリカ部分でツヤを出すような感じになっていて、塗料自体にツヤは出なくなっているので、プラボディ用のクリアではありますが、表面からクリアを塗ってツヤが出ているような感じにしました。白はとても透けやすい塗料になりますので、裏打ちとしてコルサグレーを塗装しました。まあ、いきなり黒をね塗ってしまうと黒が透けるみたいになると思います。ですから一旦グレーをね拭くのがいいかなと思います。こだわる方はね、さらに裏から黒を塗るという方法もあるとは思います。ボディマウントが当たりそうな部分とかはボディを強化するグラステープ、こういったものをね裏側から貼りました。裏側のクリアを剥がすときにステッカーもね数箇所ダメージを受けちゃったので、ちょっと綺麗な仕上がりにはなっていません。でも走行してしまえばね、十分 FW16 らしくなったんではないかなと思います。私としては初の二輪駆動、なおかつダイレクトドライブのマシンになりますので、これからちょっとね楽しんでる様子もアップしていきたいと思いますし、このポリカーボネートでできたリアディフューザー、こういったものもつけてパーツ比較したり、今回のボディ製作のリベンジとして前さんから出ているレジェンド F1 ボディ92ダブルタイプライトウェイト、これを購入してあります。これはウィリアムズの FW14 のねモデルになります。ウィングにつきましてもスポンサーカラーが違いますので、 TRG から出ているリアウィング、それからフロントのウィングを購入してあります。 FW14 を作るためにこういったステッカーも用意しました。このステッカーはウィリアムズだけではなく、フェラーリ、マクラーレンも作れるようになってみたいです。少し間隔は空きますが、 FW14 のボディ製作の動画もアップしていきたいと思っております。そして皆様とコミュニケーションを取るためのライブ配信、そういったことも続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。